突然ですが、2024年4月14日、アルトオフ会に上田が開催されました。ワクワクをありがとう。参加車両約85台。1台15分でも24台しかインタビューできないカメラを止めなければいいんじゃないかと回していたんですが、スマホがあちあちにバッテリーも切れた。エアコンで冷やしながら愛車紹介あると思います。愛車ご紹介、1台目は初インタビュー春日さん。オードリーじゃないよ、オードリースーパーオートバックス浜松仕様。オフ会には都合で参加できないということで、たまたま前日インタビューさせてもらうことができました。何仕様ですか、パリキとか、ノーマルタービン、ノーマルタービンの、オートバック浜松の、あの原車セッティングしたのということなんですね。私も悩ましたが遠いのでキャドカーズさんにしました。僕の3670マックスやから、あ、マックスってプラスか一緒ぐらいですね多分。SA 浜松さん仕様もキャドカーズさんの3670プラスもちょうどいい味付けなんだと思います。ということで外装から、これ BBS の何ていうんですか、名前忘れました。忘れてしまったんですね、ホイールの名前調べてもらいました。 BBS の RE-L2 というホイール書かれていました。あ、そうそう、これサムスさんですね。 RELT ブラックのダイヤカットっていうの履かれてましたね。あ、これ何巻で言ってるんですね。リアが何巻で、フロントネオが、あ、そういうことね。前だけ頑張ったんですね。前だけ、それ減っちゃったもんね。そしてスイッチ、テアリングとかクイックリリースがついていて、これモモのフルスピード 348D だと思います。ディープコーンのやつですね。赤色でかっこいい、これパチンって、パチンって。で排気系、これ初めて見ましたね。私は ケーシーテクニカさんの GT マフラーストリートですね。そしてフロントパイプも EX フロントパイプを作られていました。明日売りに来たんですよ、ね、あれつけたから確か前じゃなかったな。あ、僕これつけてます。そうですよね、タイプ1でしょ、これ、うん、そしてヤスコイラLCK619 リアスポイラータイプ01をつけていました。私が前つけていたやつですね。今回は私お譲りすることにしました、オフ会で。そしてフロントグリルですね、これこちら大きな穴が開いてますね。あ、モンスターのやつ。このグリル私ちょっと悩みましたね。オイルクーラーのトラストのやつね。私も将来もしかしてパワーアップしたらオイルクーラーつけるかもしれません。もともとカーボン調白塗りしたやつを譲っていただいたみたいですね。カーボン調なんですけど、それを自家塗装されてるみたいですね。塗りでもらったやつをこれだけ塗って、あ、そしたら前にこのヘッドライトビジェルっていうこういうカバーをつけたんですよ、こっちだけ。はい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 、当たっちゃうもんで、はいはいはい、取って塗っちゃえっていう。あ、多分取り外したのはガレージノアさんのやつ。ヘッドライトベゼルが干渉するのでメガネガーニッシュを自家塗装されたみたいですね。車庫帳は H ケースのハイパーマックス GT を履かれていました。ハイパーマックス GT、 あ、 FF1 のやつ、H ケース、ハイパーマックス、GT です。GT ってやつあるんですか。なんとか4とかあるじゃないですか。X4。 今もう売ってないやつ。売ってないやつ。もう履かれているの売られてないってことなんですかね。ちょっとほなまたいつか春日さんと、はい、編集しますので、はい、サッキットとかでご一緒できたらなって思いました。春日さん、はいはい、このままでいいですか。春にオードリートゥースの春日さんと同じ名前ですね。はい、同じということでありがとうございました、はい、昨年9月ぐらいに長野で一度お会いして、今回2回目の再会となりました。あ
ありがとうございました。ワクワクワクレスリング、最後までご視聴ありがとうございました。こちらの写真は紫ワークスさんにご提供いただきました。ありがとうございました。かっこよく撮っていただいてありがとうございます。ジェスタイルです。ということで、私も頑張って全台数撮れてるかなっていう動画を撮ってたんですね。こちらまとめてみました。インタビューの方も今回は頑張ったんですが、何台撮れてるのか、20台撮れてるかな。頑張って編集したいと思います。よければチャンネル登録よろしく。